夢の島公園東京都立第五福竜丸展示館東京都立第五福竜丸展示館は東京都江東区の夢の島公園内にある第五福竜丸を主体とした展示施設である。日本の遠用マグロ漁船であった第五福竜丸が1954年3月1日アメリカ軍のビキニ干渉における水爆実験による放射性降下物で被爆する事件が起きた。 無線長の久保山愛吉が後に死亡した。第五福竜丸の処遇について、アメリカ側は、放射能除去後、船体を沈めて廃棄するよう主張したが、日本側は、今後の資料として保存を主張。結局当時の文部省が船体を買い上げることで、決着した。東京都港区の東京水産大学で、約2年間、残留放射能の検査が行われた。安全が確認された後、 三重県伊勢市大港町の協力造船所で改造が施された。甲板は張り替えられ、漁装は大部分が学習室となり、船体は白く塗り直され、こうして第五福竜丸は東京水産大学の練習船、早草丸として第二の道を歩むこととなった。約10年の間、学生の公開実習に使用された後、1967年に廃船となった。 その後、いくつかのスクラップ業者などを経て、夢の島に打ち捨てられた。このことが報道されると、地元高等区民の間から保存の声が上がった。やがて保存の機運は高まり、地元有志が船体を30万円で買い取り、日本各地で保存のための募金や署名活動が行われた。1969年、被爆の承認代行福竜丸保存の訴えが提出されるとともに、 第五福竜丸保存委員会が発足。東京都知事であった、見延良吉をはじめ各界の著名人が名を連ね、保存運動は広がっていった。その間に船名を第五福竜丸に戻す作業が行われるとともに、船体を美しくする集いや、写生会、凧揚げ大会、俳句会などが催された。1973年、船体の保存、管理を目的として、 財団法人第五福竜丸保存平和協会が設立された。船体は財団から東京都へ寄贈され、1976年6月10日に原子爆弾、水素爆弾による惨事が二度と引き起こされることのないことを願いとして開館した。老朽化した建物を補修するため2018年7月に一時休館し、2019年4月2日に再開。 元乗組員の証言や船内の 3D 映像を見られるようにするなど展示を拡充した第五福竜丸船体。ありがとうございます。